皆さんこんにちは、そしてこんばんは。チャンネルヨットへようこそ。で、今日はですね、1週間前にワイヤレスイヤホン、ゼンハイザーのモーメンタムツルーワイヤレス2っていうものを購入しました。で、それのね、ファーストインプレッションも動画としてアップしてます。で、すごい私のガチンコで評価したものになってます。まあ、その時の評価としては、まあ、そんなに音が良くないなっていう第一印象でした。で、まあ、非常に期待値が高かった分、それを、ちょっとでも満たせてなかったから、まあ、そういう評価になったんですけれども、で、それを踏まえて、今回は、一週間、エイジングしまして、聞き込みました。で、それの結果を今日は報告したいと思います。今日はその私のミュージック配信サイトとそれと持ってるイヤホンをですね、組み合わせでどれが一番いいのかっていうものをね、説明していきたいと思います。私の今日の結論として言いたいと思います。まず私が使用しているミュージック配信サイト3つありまして、 Spotify と Amazon Musicアップルのミュージックっていう3つがあります。で、まあ値段的にはほぼ同じなんですけど、まあ Amazon のミュージックに関しては、Amazon プライムの会員だったら1年間無料とか、その後月780円で使えるとか、そういう特典はあります。で、まあアップルに関してなんですけども、まあ上は2つ、3ヶ月無料。視聴アップルは30日間無料視聴なんですけれども、アップルミュージックに関してはその特典があります。私 iPhone を使っているユーザーなので、アップルミュージックのイコライザーが使用可能ということになっております。アップルミュージックのイコライザーってどういうものかと言いますと、アップルの iPhone、 それのですね、設定をクリックします。で、設定の中にミュージックっていうものがあります。ここをクリックすると、ここにイコライザーっていうものがあります。イコライザーをクリックすると、この音をね、あらかじめ設定している音、20何個、全部これ出し切れてないんですけど、20何個あって、それを選ぶことによって、音のイコライザー、音を変化さすことができます。音の音色をね、変えることができる。これは Apple の Music っていうダウンロードサイトを使っている場合のみ Apple が提供しているイコライザーなので、Spotify とか Amazon Music とかそういうものを使っている場合はこのイコライザーは使えません。なので、私はこの3つの中でこの Apple Music っていうものを選択しました。これが私の選択ですね。ミュージック配信サイトは Apple Music にしたということです。で、次に、私の使用しているイヤホン。これも皆さんよく使われているものと比較をしています。iPhone のユーザーであれば、まあ、Apple のイヤーポッドですね。これは皆さん、タダでついてきてるんで、持ってると思います。で、あと、Apple AirPods Pro ですね。それと、今回購入した、Momentum True Wireless 2っていうもの。これを比較しております。AirPods についてなんですけど、これは、有線のイヤホン。で、インナーイヤー型っていうものになります。インナーイヤー型っていうものは、この形のように、耳に軽く引っ掛けるっていう形ですね。そういうイヤホンのタイプになってます。で、値段が2800円。税別。で、音質は、やはり耳との隙間が多いので、低音が弱いと。っていう風な特徴があります。あと、ノイズキャンセルとか外部音取り込みはなしという風なものになります。で、次に、これもたくさん売れてるものなんですけども、AirPods Pro っていうものになります。これはワイヤレスイヤホンで、カナル型。
カナル型っていうのは、この先をですね、耳に差し込んで密閉さすというふうな形になります。これは外の音と遮断が結構強く効いてて、音がね、シャットアウトされるというふうなものです。で、アップルで売ってて 27,800円、税別になります。音質はですね、すごい聞きやすい音です。で、装着感も非常に装着しやすく、普段使いにはもってこいのイヤホンなんですけれども、ただ一つ欠点は、音の広がりがあまり感じないと。でもすごい聞きやすいイヤホンなんでね、普段使いにはちょうどいいかなっていう感じですね。これ、音の広がりがないね。でですね、あとノイズキャンセル、外部音取り込みはありまして、これはもう右に出るものは今のところないというふうになってます。すごい自然なノイズキャンセルが効いてるし、外部音取り込みもすごい自然で、つけてないって思う錯覚に陥る時もあるぐらいでした。で、次に、ゼンハイザーモーメンタムトゥルーワイヤレス。これ1週間前に購入したものです。で、これについては、ファーストインプレッションではそれほど私の期待が大きすぎて、そこまでのものではなかったっていう、ね、報告してますけれども、今日は1週間使い込んで、聞き込んで、それの結果を言いたいと思います。まずこの1週間ですね、1日だいたい2時間ぐらいかな、耳で聞いたり、そのまま流しっぱなしにしたりして、エイジングっていう作業をしました。エイジングっていうものは何かというと、そのイヤホンを鳴らしてですね、音をなじませるというふうな作業になります。ものによってはかなり音が良くなると、そういうイヤホンもあるようです。で、だいたい100時間とかね、そのぐらいするのが普通なんでしょうけど、私はこの1週間でだいたい15時間ぐらいかな、エイジングをしました。で、その結果を今日発表したいと思います。で、まずこのイヤホン、ワイヤレスイヤホンでカナル型ですね。AirPods Pro と同じタイプになります。で、Amazon では今日売ってなかったんで、多分品薄なのかなと思って、ヨドバシで、税別、36,300 円で売ってました。このミッドの中では一番高いですね。ミッドというか、イヤーポッツなんて2800円だから、この値段で、ね、この性能だったらかなりいいかなと思いますけど、こういう36,300円と、非常に高価なものになっています。で、音質については、エイジング15時間ぐらいしたんですけども、結論は、耳が慣れてきたのかもしれませんが、素晴らしく綺麗な音質だと感じれるようになったと。音がいい、綺麗な音が鳴ってると感じれるようになりました。これはね、私がこれを使って慣れてきたのか、実際にエイジングによって本当に音が良くなってきたのかよくわからないんですけども、結局、聞いて、低音はもちろん、素晴らしく、低音に関しても言うことないぐらいです。で、高音に関しても、楽器の音とかね、すごい綺麗に聞こえます。でですね、なんていうんですかね、最初もファーストインプレッションでも書いたんですけども、ボーカルの音が若干物足りなく感じる時があります。それはソースによって、音楽の元々のソース、録音状態によるものもあるとは思うんですけども、若干物足りなく感じる音楽もあるし、もう完璧に綺麗に聞こえる音楽もあります。なので、ソースが悪いのか、若干本当にこの機種が物足りないのかっていうのは今判断することはできないんですけど、少なくとも、音綺麗に本当に綺麗に聞こえる音楽もあるので、性能としては、悪いものではないと思います。っていうか、あまり欠点を見出すことができないですね、音に関して。低音も完璧。
高音も綺麗、中音域も綺麗っていうので言うと、多分音に関しては多分一番評判通りの性能が出るようになったと、まあ私がそれを感じれるようになったっていう方がいいかもわかりません。で、それがまあこれに関する音の評価になります。だから今私使っている普段使いで、まあこの AirPods が使いやすいんですけれども、これよりかもうこっち使ってますね。電車での移動の時とかでも。やっぱり音がいいのがいいんで、楽器の音がすごい綺麗なんですよね。なんか響きがすごい綺麗ということで、まあそういう風に印象を受けました。で、あとノイズキャンセル外部音取り込みは問題なしという風なことです。で、まあ結論としまして、私の今持ってる環境、イヤホン3つ、その音楽配信サービス3つで、どれが一番いいかっていうと、この Apple Music ですね。Apple iPhone についてるその純正のイコライザーも使えるし、プラスこのゼンハイザーモーメントのトゥルワイヤレス2ですね、これの音の良さも相まって、結局結論はこれがいいというふうになりました。これで使う場合は Apple のイコライザーはオフにしてますけれども、ひょっとするとどれか一番いいイコライザーがあるのかもわかんないですね。音、このボーカルの音が若干小さめに聞こえるっていうのをカバーできるイコライザー、セッティングにセットするとか、そういう風なことも多分できると思います。なのでこれで今は使用をしています。はい、ということが私の結論になりました。ということでですね、このゼンハイザーモーメンタムスルーワイヤレス2っていうもの、結局ファーストインプレッションでは率直な意見、物足りなさを感じたんですけれども、エイジングをしていくことによって今となったら素晴らしいイヤホンだと、素晴らしい音でしたっていうことになります。まあ、これは私のその耳の成長っていうか、それもあるし、エイジングによるこのイヤホンの、音が良くなっているんだというのも若干あると思いますけれども、まあちょっと聞き込んでいくことによってね、イヤホンはこういう風に聞くのだとか、そういうのも分かってきましたんで、やっぱり最高の音質のあるイヤホンだということが分かりました。はい、では今日はニャンコピーでお送りしました。バーイバイ。早いな、終わろう。